2番、村元哉中、クリス・リード組、日本。 No.2 representing Japan、 花村元 and Chris Reed。 さあ、クリーンに飛びます。結成3シーズン目の村元リード組。坂本龍一メドレー、テーマは桜。自分たちの競技人生やパートナーとしての関係性も描くストーリー、自分たちの思いを込めたプログラムと話します。ラストエンペラー、そして戦場のメリークリスマス。桜の花、そしてクリス・リードはそれを支える風や雨、自然のパワー、スピリットを演じているということです。シットポジション、軸がしっかり取れてますね。の終わり方、工夫されています。さあ、ここで衣装が少し変わりました。桜の花が開いた、そのイメージです。素晴らしいステーションのリフトですね。手拍子をもらいながらの演技です。ちょっとフリーレッグがぴったり合ってますね。発想していない足、2人の息もあって、さあ演技の終盤、咲き誇る桜、そして桜吹雪をイメージさせる、そんなリフトが続きます。素晴らしい4分間の演技でした。村元哉中、クリス・リード組。村元哉中、クリス・リード組の演技でした。
去年は怪我による棄権で出られなかった NHK 杯、2年ぶりの NHK 杯の舞台でフリーを終えました。宮本さん、綺麗なプログラムですね、はい、そうですね、安定してましたね。安心して見られる、ツイズルもきっちり決まりましたし、途中でね、衣装もちゃんと女性の方がきちっと直してちょっと花が開いて、落ち着いて綺麗に滑ったと思います。最初はこの胸元の桜の花のこの衣装、少しこう隠しているような形でスタートしていたんですね。しかも衣装を直すとき、ちゃんとジャッジから見えない方向のときにきちっと外すという、本当に落ち着いてますね。結成3シーズン目を迎えた2人です。ずっとこの特に男性のクリス・リードは、前はお姉さんのキャッシュ・リードとカップルを組んでいて、その頃から膝が、持病として抱えていたんですけれども、今シーズンは休みの日を逆に減らして、スケーティングスキルだけを短い時間で練習する日を作って、膝の状態が非常にいいそうです。その分練習を詰めて2人のユニゾン調和が非常に良くなっていると、これは2人とも話をしていました。もう本当にそのまま点数に、ね、変わっていってると思います、はい、無理せず押してるんですよね、スケーティングが。力だけで押すのではなく、しっかり氷を捉えてスケーティングしているので、こういう優しい曲でもスケーティング1個でこう見せれるプログラムだなと思います、2人はどちらかというとこうテンポの速い明るいイメージのプログラムが似合うような形だったんですけれども、今までそうでしたけど、このしっとりとした感じもこの手の動き、スケーティングと似合っていました。今年はこの前に開かれました国際大会で、ピョンチャンオリンピックでのアイスダンスの日本の出場枠を獲得をしました。オリンピックシーズンに向かっていく2人の NHK 杯のフリーが終わりました。ラストコースプリーズ。村本リード組の得点 94.59、 総合得点90点台を目標にしていたフリーダンス 94.59、 合計得点 156.41、 笑顔が見えている村本から、そしてクリス・リードです。では村本リードのカップルです、大好きなプログラムで攻めて滑りたいということでしたけれども、実際どうでした？そうですね、最初から最後まですごい気持ちよく滑れて、ちょっとしたミスとかは何かしかはあったんですけど、でもすごい最後まで本当気持ちよく滑れました。リードさんは今日の演技どうでしたか？今日よく滑りました。このプログラム本当に好きです。I mean、レベル、サークルじゃちょっと、まずい、取れなかったでも、今日よく滑りました。さあ、オリンピックシーズンでオリンピック当然視野に入れてると思うんですけれども、これを踏まえてどう進んでいきますか？そうですね、本当は大きなその国際試合が今回初戦で、グランプリシリーズで初戦で、なんとか目標の点数、ショートフリーも60点以上、90点以上は取れるっていうのを確信したので、本当はもっともっと点数を重ねて、もっと加点がもらえるようにオリンピックシーズンに向けてもっと練習したいなと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。